赤番のホームに出ました。中部ライン前段のまま1番の西です。4番手4番の一ノ瀬、この4車のラインの後ろで5番の薮田孝之関東の2人、8番手9番手の位置変わらず残り2周を切りました。若干3番手との車間を切って4番一ノ瀬がバックストレッチで動きます。4車のラインを追って5番の薮田孝之が中段確保となるか。残り1周半を切りました。1番の西徹も車を下げながらも中段位置へ若干主張しましたが、ここは中部ライン7番手後ろ攻めへと変わります。この間に引き離しにかかる4番の一ノ瀬匠、4車のライン主導権、残り1周切りました。5番の薮田孝之関東勢5、6番手7番手から反撃態勢は1番の西徹ですが、この伸びはどうか。8番の久保田敦が牽制しています。縦長の隊列、4番の一ノ瀬がラストスパートに入ります。3コーナー手前から1番の西と7番の隅中部勢、9番の山田圭司やや切れ加減。さあ番手車間を切っている2番の田中貴則、襲いかかる後続は1番の西徹と大外7番隅いつぐらが広がった体勢だ。ゴールインわずかに2番の田中貴則か。最後は横に広がって接戦。